X デー事件、やばくない？そう、怖いよね。まあ、毎月起こってるしね。新宿区だけで起こってるから、危険区域ってことで規制かかるんだって。今月も犯行予告流れるかな。X デーを押し切らせしちまった。汚れた日本を再生するため、これより X デイへのカウントダウンを開始します。我々の目的はただ一つ。この新宿区を再生の足がかりとし、汚染を浄化していくことにあります。恐れを抱いた者はこの地を去ってください。我々は引き止めはしません。ですが、どこにいたとしても、我々の裁きは下ります。例外はありません。我々は世界の断りを再生させる。弱者が虐げられるだけの世の中を変えるのです。
ああ、その声は星野さんでしょ。また銃を持った男がうろついてるのよ。早く来てちょうだい。星野、また例のばあさんからか？その顔は、また押し切られたんだろう。お前な、これで何度目だ？いいか、星野。今までのことを思い出してみろ。通報を受けて駆けつけても、怪しいと思ったけど気のせいだったとか、来てもらうまでもなかったとか、悪びれずに言われて何度俺たちが肩透かしを食らったことか。まあそうなんだが、冷静だな。とても警察官になって半年の新人とは思えないぞ。ああ、俺が入りたての頃なんてもっと必死でちょっとつ盲信というかがむしゃらに突っ走ってただけだからな。いや、今は特防として苦情には平謝り、嫌味を言われても平謝りな日々だ。昔だったらすぐに頭に血が昇ってたぞ。俺も随分大人になったもんだ。しかし特防は X デー事件の捜査をさせてもらえるわけじゃないからな。それだけが残念だ。あんまりあのばあさんを待たせるわけにもいかないし、行くか。今日も今日とて、ただ単に人相が悪い男がうろついてただけだったわけだが、あのばあさん、お前が話を聞くといつも帰る頃には安心した顔してるよな。相手だから話そうって思えるのかもな。子供やお年寄りから話を聞くのはお前の方が適任だ。俺はどうも相手が話してる途中で口を挟みたくなるんだよな。おい星野、ここは否定するところだぞ。お前な、後輩なら少しは先輩を立てろって傷つくだろ。おい、あんたたち警察だよな。ずいぶん暇そうじゃねえか。俺たちが新宿に閉じ込められたのってさ、
警察が無能なせいだろ。責任取って今この場で土下座しろよ。できるよな。でねえと。やめとけ。いってて。お前、そいつを離せ。銃による脅迫には刑罰が下される。お前たち知っててこんな真似してるのか。それはだったら何だって言うんだよ。文句あるのか。俺は言い訳をするつもりはない。見たところ遊びたい盛りだろう。それなのにこんな事態に巻き込んだのは警察として申し訳ないと思う。しかしな、その鬱憤を晴らすために誰かを傷つけようとするな。その銃は身を守るために使うものだ。武器として扱うのは許さん。それでいい。日も暮れるし、こんなところでつるんでないでもう帰る。いいか、一般人相手に同じ真似はするなよ。二度目はないぞ。すまん星野、今の奴らのことは。助かる。あいつらも根は悪い奴らじゃないと思うんだ。一人は銃の安全装置をかけたままだったし。しかしお前も頼もしくなったな。銃を向けられても冷静に状況を見て行動できてる。こういうのは場数を踏んでいくうちに慣れてくるもんだ。それにこういう時くらい先輩らしいところを見せないとな。話せっつってんだろ。俺は何もやってねえよ。また誰かしょっぴかれたか。それも再犯じゃなく初犯が大半だ。一般人が現状に納得していない証拠だろうな。混乱に乗じて犯罪に手を染める奴もいれば、第二の英雄になろうとしてる奴もいる。国民の手で犯人を裁いたことがもてはやされ、軽犯罪の抑止力にもなってると言われているが、本来なら犯人逮捕は俺たち警察の仕事だ。
それなのに。すまん、上から納得しろと言われましたが、どうも煮え切らなくてな。な、星野、俺は地域企画課に用があるから先に戻っててくれるか。ああ、星野、お疲れ。もう上がるのか。俺もお前と同じで報告書を書かなきゃでさ。あ、そういや明日飲みに行く約束忘れてないよな。なんだ、また悩み相談か。お前特防になってから多いよな。警察学校にいた頃は犯罪者を一人でも多く捕まえてみせるって燃えてたのにさ。はお前の熱血ぶり嫌いじゃなかったけどな。窓際の特防に追いやられて情熱までなくしちゃったか。お、急に元気になったな。うん、やっぱお前はそうでなくちゃ。なんだ、誰と話してるのかと思えば佐伯か。お疲れ様です、持田さん。ああ、お前はもう上がりか。いえ、もう一頑張りしないとです。それじゃあ失礼しますね。お前たちは相変わらず仲がいいな。明日も飲みに行くんだろ。佐伯だよ。一週間くらい前だったかな、俺のところに来て、飲みに行く日はお前に残業させないでほしいって頼まれてさ。まあこんな時だからな、羽を伸ばすのも大事だろう。楽しんでこい。お、まだ残ってたのか。その顔じゃまた迷ってるみたいだな。星野、お前はさ、銃が何のためにあると思う。そこからしてちょっと頭固いんじゃないか。俺は銃を撃つのは守るためだと思ってる。誰もが持てるもんじゃない。
俺たち警察だけに許された守る手段だろ。人質を取った犯人の隙をつく、逃亡しようとする奴の足止めをする。正確な射撃能力があればそれも可能になる。でも撃つ覚悟と能力が備わってなければ、人質をみすみす死なせてしまうかもしれない。犯人を逃して被害を広げるかもしれない。殺すためじゃない、守るために撃つ。そうは考えられないか。でもさ、星野、銃を持つことを許された俺たちだからこそ最悪の事態を考えなきゃダメだと思うんだ。ああ、たとえそれで犯罪者の命を奪ったとしても、何かを守るためには代償を負う覚悟が必要だろ。もしそういう選択を迫られた時、お前は犯罪者を撃つ覚悟があるか。さすが、相変わらずの腕前だな。結構時間かかっちゃってさ、息抜きにサボろうかと思ったらお前がこっち来るの見えたから。あれだけ集中してるの見て邪魔できないって。それに俺好きなんだ、好きなんだよお前の射撃見るの。なんか心が落ち着くっていうか、いろんなものが浄化される感じ。もちろん褒めてるんだぜ。俺は尊敬してるんだお前のそういう努力家で一生懸命でまっすぐなとこ。お前は昔から熱心だったけどさ、ここ数ヶ月頻繁に来るようになったのは銃刀法が解除されたからだろ。
見たところ遊びたい盛りだろう。それなのにこんな事態に巻き込んだのは警察として申し訳ないと思う。しかしな、その鬱憤を晴らすために誰かを傷つけようとするな。その銃は身を守るために使うものだ。武器として扱うのは許さん。その覚悟を持たない、持てない一般人が引き金一つで人を殺せる武器を手にした。俺もおかしいって思うぜ。武器を持てるのはある意味選ばれた人間だ。そうじゃなきゃ秩序なんか保てない。俺も負けてられないな。まあさすがにお前には勝てそうにないけど、努力以前にお前の射撃は天性のもんだよ。なあ星野、お前は犯罪者を目の前にした時、守るために撃つ覚悟があるんだよな。上がったばかりで悪いんだが仕事だ。何でも新宿園内で揉め事があったらしい。場所が場所だけに X デー事件と無関係とも言い切れない。交番勤務の奴らは別件でほとんど出払ってるらしくてな。
俺たちに応援要請があったってわけだ。相手がどんな連中かわからないからな。俺が行くまで必ず現場で待機してろよ。どうやらお目覚めのようですね。突然このような場所にお連れして、さぞや驚かれていることと思います。ですが、どうしてもあなたと二人で話がしたいと思い、このような形を取らせていただきました。その問いに今は答えることはできません。ただ、どの道あなたは我々にたどり着くことになるでしょう。あなたは選ばれた実験体なのです。これから私は X デーまでの間、あなたの行動を監視させていただきます。そして、あなたが自分の正義を貫いたその時こそ、こんな形ではなく
直接お会いすることをお約束します。お静かに。出ないと死にますよ。あなたの首につけさせていただいた首輪には資料の毒が仕込まれています。ただ現在あなたの体を蝕んでいるのは思考性の毒で資料ではありません。ここで死んでもらっては困りますからね。なお、このことは警察に口外しないでください。こちらもむやみに手をかけたくはないの。あなたも、身近な人間や大切な人を失うのは悲しいでしょう。あなたのその言葉が嘘ではないといいのですが、我々は薄っぺらい正義心などに興味はない。求めるのは崇高な志なのです。この世に満ちた悪意、曖昧な法、理想ばかりが鮮やかで形のない正義、真実を知ったあなたがどう抗うのか、我々と共に再生を導けるのか楽しみにしていますよ。さあ、見せてください。あなたの正義を。
お前。おい、しっかりしろ。無理に喋るな。俺はお前を探していたんだ。お前の状況は把握してる。心細かっただろうが、もう大丈夫だ。大丈夫だ。絶対に助ける。柳先輩、その女か。ああ、この首輪といい、間違いない。榎本、予告状はお前が持ってたな。はい、ここに。これは俺たち宛に届いた予告状だ。狙われるだけの理由がお前にあるってことじゃねえの。バカは黙ってろ。時間がない。笹塚の言う通りだ。事情を聞くのは解毒してからでいい。でも罠かもしれない。榎本、二度は言わない。命がかかってるんだぞ。会長ことはここに入力するらしいな。少しだけ我慢してくれ。大丈夫だから。
まさか解除失敗か。柳さん、どうなんだ。どうやら解除は成功したようだな。なんだよ、紛らわしい。顔色もさっきよりマシだよな、柳先輩。やっぱ最初から解毒剤が首輪に仕込まれてたってことですよね。おそらくな。いや、俺だけの手柄じゃない。この二人もお前を探すために走り回ってたしな。そんなことはどうでもいい。それより犯人が何でお前を選んだか、俺はそれが知りたいんだよ。それで納得できるわけないだろ。お前は殺されかけたんだぞ。殺されるだけの理由があるんだよ。そう考えるのは普通だろ。今はこっちの質問にだけ答えろ。お前と犯人の関係性がわからない限り、ホイホイ情報を与えられないからな。おい、タケル。言いたいことはわかるけど落ち着けって。って、柳先輩、何してるんですか？そこに銃が落ちてた。犯人のものか、あるいは。そうか。この町で銃を持っていること自体は不思議じゃないが、この銃は警察が使用しているものだな。俺が元警察官だからだ。信じられないなら調べてもらって構わない。俺は警視庁捜査一課にいた柳愛知だ。銃と一緒に警察手帳も落ちていたからな。これを見れば誰でもお前が警察官だと分かるだろう。星野。あ、ああ悪い。誰からだ？ならここに長居しない方がいい。話の続きは場所を変えて仕切り直そう。そうっすね。ここじゃ落ち着いて話聞けなさそうだし。こいつを野放しにするのか？そりゃ姿くらまされたら問題だけど、ここで捕まえて無理やり連れてってもこいつの周囲に怪しまれるだろ。笹塚の懸念もわからなくはない。だが俺は彼女が怯えていたのが演技だとは思えなかった。彼女が何も知らない被害者なら、真実を知りたいのは俺たちだけじゃない。
サササカ、彼女は警察官だ。逃げはしない。これまでの X レイ事件の被害者は漏れなく殺されてる。そんな中、こいつは助かる術を与えられた唯一の被害者だ。警察以前に疑うのは当然だろ。でも柳先輩は疑ってないんすよね。ああ、今のところは疑う根拠がない。信じる根拠もない。じゃあ今のところは話してもいいんじゃねえの。こいつがこのまま行方知らずになれば捜索がかかるし、そっちのが厄介じゃん。だったら。分かった、もういい。もし逃げても居場所を突き止めて洗いざらい吐かせりゃいい話だしな。星野、後で改めて迎えをよこす。ひとまず新宿署で待機してくれるか。署にいた方がまだ気も休まるだろう。予告状に首輪の存在は明るみにするなってあったけど、お前そんな賢そうに見えないし、口滑らせて勝手に自爆しそうだな。さあさずか、そのくらいにしておけ。解毒はできたが、彼女の首輪が外れたわけじゃない。少しは気遣ってやれ。まあ予告状にも首輪を通して監視してる的なこと書かれてたしな。星野、今はまだ犯人の目的がわからない。署内でも首輪は隠した方がいい。じゃあ俺たちは先に行く。犯人が近辺に潜んでいる可能性もあるからな。お前も早く上司と合流しろ。星野。今までどこにいたんだ。連絡も取れないし、事件か何かに巻き込まれたかと思ったんだぞ。お前は真面目なやつだし、安易に連絡を怠るようなことはしない。何かあったんじゃないのか。何者かって顔は見ていないのか。なんでお前が、誰がそんなことを。星野、おい、しっかりしろ。
あなたが自分の正義を貫いたその時こそ、こんな形ではなく直接お会いすることをお約束します。Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as a dollar or as much as $100. Also, you can look at the links below, and using those links will help support me.